どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日はですね、地球型惑星と木星型惑星の違いについてしっかりと見ていきましょう。よろしいでしょうか？地球型惑星と木星型惑星の違いは何かというのです。いいですか？地球型惑星は岩石でできています。岩石でできています。つまり岩や石でできているから着陸をすることができます。が、木星型惑星っていうのはガスでできているという形になります。したがってガスでできているんで着陸することはできません。いいですか？なんかありますけれども、これが違いになってくるんで皆さん覚えてくださいね。岩石に到着しますっていうのとガスに到着しますという形になります。じゃあその、地球型惑星と木星型惑星のところの分け方っていうんですけど、この並びをまず覚えてください。いいですか？水、金、地、火、木、土、天、海なんですけど、この並びをまず絶対に覚えてください。この並びを覚えないとわけわかんなくなりますから、覚えることいっぱいになりますから。で、こう並べたときに、地球型惑星は水星から火星までです。水、金、地、火までです。ここまでです。で、木星以降全部木星型惑星です。ですか？木星型惑星です。つまり、水、金、地、火、木、土、天、海なんで、木星、土星、天王星、海王星。こいつらは木星型惑星に分類されます。前者4つに関しては岩石で出来上がっているので、地球型惑星という形になります。よろしいでしょうか？というふうな形になるので、皆さんもう一回頭に叩きましょう。いいですか？水星、金星、地球、火星。こいつらは地球型惑星。木星、土星、天王星、海王星。こいつらは木星型惑星となりますので、この違いをしっかりと皆さん頭の中に叩き込んでおきましょう。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。